ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。宇宙って見れば見るほど不思議な存在よね。あまりにも広大で人間から計り知れないことが多いからな。宇宙のことをもっと知りたくても、わからないことが多すぎて何がわからないかわからなくなるわ。だいぶ頭が混乱しているようだな。魔理沙は宇宙のことを考えると頭が混乱しないの？そういう場合は一つ一つ丁寧に考えてみるんだ。じゃあ、わかりやすく教えてくれるかしら？今回は、未だ解明されていない宇宙の謎を5つ紹介していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。私たちの住む宇宙は無数に存在する宇宙の中の一つでしかないという研究が注目されているぜ。これは、多元宇宙論という説から導き出される考え方だな。宇宙ってそんなにいっぱいあるの？だって、私たちの住む宇宙ですらとんでもなく広いのにまだ他にも無数にあるなんて信じられないわ。多元宇宙論は荒唐無稽な説のように思えるよな。SF の中だけの世界とか無双的な遊びと捉えられがちだ。だが、多次元宇宙は最新の物理学で考えれば実は自然な帰結として導き出されるぜ。そうなの？だけどなんだか壮大すぎてピンとこないのよね。そんなにたくさん宇宙があっても、遊びに行くこともできないくらい広いもの。多次元宇宙論については理論的エビデンスも出てきているんだ。だから緩やかに支持を受けつつある説と言えるな。でも、どうして多次元宇宙論がそれほど認められつつあるのかしら。きっかけは、宇宙は膨張を続けており、しかもそれが加速していると発見されたことだ。だが、長い間宇宙はそのようには解釈されてはいなかったな。それまでは一体どう思われていたの？宇宙にある重力によって物質は引き合い減速するはずだと考えられていた。だから、膨張が加速していると発見された時は、激震が走ったと言われている。宇宙がまだ膨張してさらに加速しているなんて、宇宙って一体どこまで広がるのって感じよね。この不可解な膨張を突き詰めると、やはり多次元宇宙論でないと説明がつかないとされるんだ。現在の宇宙の姿を無理なく説明する唯一の現代宇宙論とも言われるほどだぜ。でもそんなに多くの宇宙はどうやって始まったのかしらね。137億年前、極小の特異点がビッグバンにより3次元宇宙へと膨張した。そしてインフレーション理論によって数多くの孤立した泡宇宙が存在してるとされたんだ。宇宙は泡のように増えていっているということね。それも、泡のように増えた宇宙同士はお互いがリンクしていないぜ。つまり多数存在する宇宙同士が、異なる物理法則を持ちうると考えられている。全然違う宇宙がひしめき合っているような感じなの？私たちの宇宙の隣の宇宙は、自然定数や物理法則が全く違っていてもおかしくはないということだな。じゃあ、私たちのような人類は他の宇宙にはいないのかしらね。物理法則が違うのであれば、生命や惑星は愚か恒星さえ存在するとも言い切れないぜ。とすると、生命が誕生し得ない宇宙も存在するのかしら。やはり関心事はそこに行くよな。逆に言えば、条件が異なる別宇宙でも生命は誕生できるのかどうか気になるところだ。生命が誕生するためには、生命が誕生することができる環境が必要よね。だって、暑すぎたり寒すぎたり、美味しい食べ物がなかったりしたら生きられないもの。霊夢にとっては、美味しい食べ物ってところが特に重要に違いないぜ。それ以上に液体の水がなかったり、酸素がなかったりしたら私たちは一発アウトだな。考えただけでも寒気がしたわ。そういった生命居住可能な環境のことをハビタブルな環境と呼ぶんだ。研究によって、ハビタブルな環境が誕生するための宇宙の条件というものが検証されているぜ。どんな条件なのか興味あるわ。まず、そもそも私たちの住む宇宙の環境を知る必要があるな。この宇宙ではビッグバンによって水素やヘリウムが生成され星の内部ではそれ以外の元素が作られた。そして電子などの素粒子の質量や、電磁気力や重力といった力も重要な役割を果たす。こうして地球に生命が存在していられるのもかなりの奇跡的な偶然が重なった結果なのかもね。これに対してマクロな条件を変えたとするとハビタブルな環境が作られるのか検証したぜ。ちなみに電子と陽子の質量比など基本的な量は不変であるという制約の下でシミュレーションされた。マクロな条件って具体的にはどんな条件を変えてみたの？その条件とは、例えば岩石に対する金属の割合や酸素に対する炭素の割合、DNA や RNA などだな。どれも大事すぎてマクロな条件を変えたらどうなってしまうか想像もつかないわね。他にも、鉄イオウリンの存在、ケイ素に対するマグネシウムの割合など様々だ。こうした数々のシミュレーションによって貴重な結果が得られることになったぜ。どんな要素が、ハビタブルな環境に大切だったの？よし、発表するぜ。それは、酸素に対する炭素の割合だった。酸素と炭素がどうしてそんな重要なのかしらね。それは、原子惑星系円盤を構成するガスに含まれる酸素や炭素に注目することになる。これらが一酸化炭素を生成するからだ。
惑星系の形成に大きく関わってくるのね。そうだぜ。つまりは、ハビタブルな環境を作るために大きな役割を持つと考えられたんだな。なるほどね。そういった要素が揃っていれば、他の宇宙に生命が見出せるかもしれないのね。だが、有力な説とは言えた次元宇宙は未だ実際に検証をされたものではない。それほどたくさんの宇宙が存在するかを検証できるかもまだわからない状況だな。だけどいくら多次元宇宙論について熱く語っても、それが真実かはまだ判明していないのよね。でも、そうしたことを考えるのはロマンがあるわ。ともかく今後の研究の発展に期待ね。未だ解明していない宇宙の謎として有名なものの一つはダークマターの存在だ。ダークマターすなわち暗黒物質は、現代でもなお正体不明とされている。ダークマターってどんなものなの？ともかく謎の物質で、見えないし触れられないが質量はあるという捉えどころのないものだな。そんなダークマターが宇宙の 26% も占めているというんだから驚きだぜ。それって結構割合が多いわよね。私たちは実に 5% しか宇宙を分かっておらず 95% は正体不明だと言われているんだ。ダークマターとダークエネルギーの 69% を合わせて宇宙のほとんどが正体不明ということになる。ほえー、普通の物質が 5% しかないの？そんなに少ないなら、むしろ普通と思ってる物質が普通じゃないマイノリティとも考えられそうね。そういう視点もあるな。ちなみにこのダークマターのダークという部分は、これらが光で観測できないことを表している。つまり目に見えないのだから、その正体を探るには様々な方法での検証を要するぜ。見えないだけじゃなくて、触れもしないのよね。でも一体それはどうしてなの？私たちの目は、光という電磁波を受容している。そして、物を触って感じるのも電磁気力の作用によって起こるものなんだ。だが、ダークマターは電磁波では観測できない。本当につかみどころがない存在なのね。だからこそ、ダークマターの正体を探るため、暗黒物質の誕生の経緯や条件が分析されているぜ。それにはまず宇宙の誕生から紐解かなければならないな。宇宙の誕生といえば、ズバリビッグバンよね。宇宙の誕生後は力の源となる場から急激に膨張した後、急激にその場が崩壊したと言われている。これがいわゆるビッグバンとされるものだ。ビッグにバーンと弾けたのね。まあ、バーンとエネルギーが放出されたのは確かのようだ。このように放出されたエネルギーの一部が、いわゆる普通の物質に変わっていったぜ。ふむふむ、私たちの知る普通の物質についてはわかったわ。だけど、ダークマターは一体いつ登場するのよ。これまで、ダークマターもまたビッグバンの時に生成されたと言われてきたな。だが、それだとダークマターは普通の物質とは相互作用しないため矛盾が出てきてしまうんだ。とすると、ダークマターと普通の物質の出どころは違うと考えられるわけよね。そう考えるのが理にかなっているようだぜ。そのため、ビッグバンが実は2回あったとする仮説が登場した。え？ビッグバンが2回？信じられないわ。この仮説によると普通の物質を生成したビッグバンと、ダークマターを生成したビッグバンは別物となる。こう考えれば矛盾がすっきりするのね。研究者は、普通の物質を生成したビッグバンを熱いビッグバンと呼ぶようになった。そして、ダークマターを生成したビッグバンは暗黒ビッグバンと呼ばれるようになったぜ。わかりやすくてナイスなネーミングね。それなら暗黒ビッグバンは一体いつ起こったの？それが最大のミステリーだな。仮説によると、熱いビッグバン後にも場の一部が崩壊せず残って後にそれが暗黒ビッグバンとなったんだ。なるほどね。だけど熱いビッグバンからどれくらい後に暗黒ビッグバンが起こったのかしら。およそ1ヶ月後だと考えられてはいるが、そうした現象は未だ観測はされていないぜ。たったの1ヶ月後だったの？随分立て続けに、エネルギー放出がバーンと起こってしまったのね。さっきから霊夢の親父ギャグみたいのが気になるが、1ヶ月後は決してすぐとは言えないかもしれないな。どうして、すぐじゃないの？考えてもみてくれよな。熱いビッグバンではたったの1秒未満でかなり様々なイベントが起こったんだ。それと相対的に比較したら、1ヶ月は途方もなく長い時間とも考えられるぜ。そういうことなのね。ところで、まだ観測されていないなら本当に暗黒ビッグバンが起きたかどうかは確かではないのね。やっぱり暗黒ビッグバンがしっかりと観測されないと確かな説にはならないんじゃない？暗黒ビッグバンでは強い重力波が発生した可能性があるんだ。だから、こうした重力波が観測できたらそれは暗黒ビッグバンの観測につながるかもしれないな。それは現代の技術で可能なの？残念ながらまだ先の話になりそうだぜ。暗黒ビッグバンが生み出す重力波は、動きが遅く微弱なため検出が困難とされている。いつか暗黒ビッグバンが観測できるといいわよね。暗黒ビッグバンの存在が確定すれば、ダークマターの謎も解けてくると考えられるな。私たちが住んでいる宇宙なのに、95% も正体がわからないんじゃ悔しいわ。ダークマターについて解明するためにも暗黒ビッグバンを見つけてほしいわね。
天の川銀河の中心部にある X7 という謎の天体は正体不明として注目を集めているぜ。ちなみに天の川銀河の中心には、いて座 A スターという超大質量ブラックホールが存在している。いて座 A スターは有名よね。なんせ、質量が太陽のおよそ400万倍もあるからな。だが、今回の主役は違う天体だぜ。この周辺は多くの天体が猛スピードで公転しているのも知ってるか？よく知らなかったわ。公転している大部分は恒星だが、小さなガスや塵の塊というものが見つかっている。このガスや塵の塊が G 天体と呼ばれているものだ。どうしてそんなにガスとか塵が散らばって存在しているのかしらね。銀河中心部では頻繁に恒星同士が衝突し合っていると言われているぜ。この衝突で生じたガスが塊になったと考えられている。銀河の中心部ってなんだか激しそうよね。それに他にもいろいろな天体が存在しそうだわ。そうなんだ。G 天体以外にも、X7 という天体が見つかっているな。X7 は G 天体に似ているんだが、今後最終的にいて座 A スターに吸い込まれると予想されているぜ。一体いつどうして吸い込まれるのよ。それは2036年に、X7 がいて座 A スターの近くに最接近するからだと言われているんだ。だからブラックホールに天体が吸い込まれる様子がライブで観察できるのではと話題になっている。それ、ちょっと切なさもあるわよね。貴重な瞬間なんだろうけど、ブラックホールに何かが吸い込まれるなんて恐ろしいわ。ブラックホールはいろいろな意味で異次元の存在だ。ブラックホール周りで一体何が起こるのか研究者は常に注目をしているぜ。普段からずっと X7 を観察しているのかしら。もちろん観察は続けられているな。そして、X7 と G 天体は似ていると思われていたが、両者はブラックホールとの関わりが違うと分かってきた。一体どう違うの？G 天体はいて座 A スターへ最接近すると形状が引き伸ばされるがほぼ点のような大きさだ。しかし、X7 は全く違っているぜ。全然引き伸ばされないで平然としてるとか？その逆だな。X7 は、いて座 A スターに最接近する前から引き伸ばされ、線上の全体がほぼ同じ明るさの状態になる。ビヨーンと伸びてしまうのね。よくわからないけど X7 って一体何者なの？ X7 の正体は研究者でなくても気になるよな。研究の結果、X7 は銀河中心部の巨大なガスの塊相手が A スターを公転する恒星とは軌道が違うんだ。だからこれらが起源とは考えられないぜ。巨大なガスや恒星とは違うってことね。そして恒星になる前のガスの塊という可能性は、X7 の観測値などから外れてくる。すると X7 の独特な形状から G 天体のようなガスや塵の塊の可能性が高いと考えられるな。じゃあ、やっぱり X7 はなんだかんだ言って G 天体の仲間のようなものなのかしらね。X7 と軌道が似ている G3 天体という G 天体の一つがあるぜ。だから、この G3 と X7 は同じ起源だったとしてもおかしくはない。でも G 天体と X7 は性質が違っているのよね。そこがミステリーだな。やはり X7 と G3 は、細かい性質が違うとされるんだ。不思議な話よね。G 天体は大質量ブラックホールに最接近しても点を保っているけど、X7 はビヨッと伸びるんだもの。これだと同じ起源とは思えないわよ。研究によると、G3 と X7 の違いは中身が違うと考えることもできるようだな。中身が違うってどういうことなの？つまり両者とも恒星の衝突を起源とするのは共通している点だとするんだ。だが、X7 は衝突時に弾き出されたガスの塊で、G3 はガスの中に恒星が存在すると推定する。ガスの塊の中に恒星がある場合があるの？そうだぜ。ガスは内側からの光を遮るとされるんだ。だからガスの中に恒星があってもそれを見つけることはできないと言われているな。すると X7 は全くのガスだけで中には恒星がないということになるのね。確かにそう考えると、性質の違いがわかるような気がしてきたわ。だが、これは推定で決定ということではないぜ。さっきも触れたがダークマターすなわち暗黒物質は未だなお正体不明だと言われているよな。暗黒物質の正体をなんとか突き止めたいわよね。研究者も日々その正体を解明すべく研究を重ねているんだ。何か少しでも手がかりみたいなものはないのかしら。暗黒物質の正体の候補としては、普通の物質とは相互作用をしないといった未知の素粒子がある。もしくは素粒子が結合した形態の複合粒子ではないかという予測がされているんだ。だけど普通の物質と相互作用がないとしたら観測するのはかなり困難よね。やはり実際に観測ができないことにはその存在が証明できないもの。もちろんそれらは直接観測は困難とされるぜ。だが、暗黒物質が崩壊すれば観測可能な物質に変化するとも考えられている。間接的に暗黒物質が観測できる可能性があるのね。例えばどんな物質が観測可能になりそうなの？そこで注目されるのが、反ヘリウム酸だな。反ヘリウム酸ってどんなものなの？
ヘリウム3原子核の反物質だぜ。反ヘリウムの原子核は反陽子と反中性子で構成されているんだ。その反ヘリウム3がどうして観測対象になるの？反物質は自然界にはほとんど存在しない。そのため発生源と観測シグナルが限られるためと考えられるな。でも反物質の中でもどうして反ヘリウム3なのかしら？反ヘリウム3は、加速器を使って地球上でも合成することに成功しているんだ。そして、性質も比較的わかっているといった貴重な反物質だと言われているぜ。そういった反物質はそれほど数が多くないのね。まだ観測可能な物質として選ばれる理由がある。暗黒物質の崩壊で生じる反ヘリウム3のエネルギーは低いとされる。だから、宇宙線による核反応で生じる反ヘリウム3と見分けがつきやすいと考えられるな。なるほどね。そこまで揃っていれば、反ヘリウム3が観測可能な物質の候補になるのはうなずけるわ。じゃあ、候補が決まったとして実際に観測できるかも問題になるわよね。暗黒物質の崩壊で生じる反ヘリウム3は、地球に到達するまで数万光年の距離を進むはずだ。数万光年もあるの？そんなに距離があったらその間に反ヘリウム3が消滅してしまうかもしれないわね。すべて消滅しなくても、その何割かは消えてしまう可能性は十分に考えられるぜ。そこで、その割合を正確に測定するため大型ハドロン衝突型加速器が登場するんだ。大型ハドロン衝突型加速器って何？世界最大の加速器施設だな。スイスジュネーブ郊外の地下100メートルに存在し、ヨーロッパ原子核研究機構によって建設された。世界最大ってどれくらい大きいの？なんと全長およそ 27km で直径はおよそ 8.6km もあるという巨大実験装置だぜ。すごいわね。この実験装置でどんなことがわかるの？大型ハドロン衝突型加速器は、1232本の超電導マグネットとリング状の加速空洞がある。そして6つの実験施設があるんだ。ここでは陽子や重イオンを衝突させ素粒子の発見や観測をすることができるな。なんだかよくわからないけどとにかくスケールが大きそうよね。だいたい地下100メートルにあるって時点でかなり異次元の存在だわ。地下100メートルってどれくらい深いか想像もつかないよな。実証が難しい素粒子物理学の最先端を突っ走る施設と言われるのもわかるぜ。ここで実験すれば、反ヘリウム3のこともかなり判明しそうだわ。大型ハドロン衝突加速器を用いて、陽子と鉛原子核を加速させ衝突させたんだ。すると反ヘリウム3を大量に生じさせることができる。これが検出器に到達すれば大量のデータを得ることになるぜ。実験の結果どんなことがわかったの？銀河を数万光年進む反ヘリウム3は、全体の半分が地球に到達することが判明した。やったわね。それって暗黒物質の崩壊で生じる反ヘリウム3を 50% は観測できるってことよね。こうした観測データを精査して分析することで暗黒物質の正体について何か情報が得られる可能性があるな。それにしても、大型ハドロン衝突型加速器ってそんなに素粒子のことがわかるなんてすごい実験装置よね。ヨーロッパ原子核研究機構は今後、さらに4倍も大きな加速器を建設中だというぜ。この超巨大衝突加速器は、全長 100km とされていて完成総費用はなんと3兆円と言われているんだ。スケールもかかるお金も半端じゃないわね。とにかくとんでもない気合を感じたわ。すべての施設は2050年代後半に稼働する予定とされる。でも、どうしてそんな巨大施設を作るのかしらね。暗黒物質や反物質の観測を行うには、標準モデルを超える物理学を要するという、超巨大衝突加速器が完成すれば、これまでにないエネルギーと強度で数々の観測ができると考えられるな。そうすれば、これまで謎だった暗黒物質の解明もぐっと進むかもしれないわね。でもこんなにすごい装置を作って地球に危険性はないのかしらね。確かに巨大な規模の高エネルギーを扱うため懸念や安全を危惧する声も出ているようだな。ヨーロッパ原子核研究機構は、この実験施設は危険ではないと述べ危険性は科学的に証明されていないんだ。そうなのね。だけどもし事故などで大爆発したら確かに大変なことになりそうだけどね。危険性はないとされるものの、ブラックホールを生成する可能性は認めているぜ。これに対しブラックホールは地球を飲み込む可能性があるとして危険視をする声は少なくはないようだな。ブラックホールを地球で生成するの？それはちょっと危ない感じもするわよね。研究の進歩が人類にとって吉と出るか凶と出るかもはや予測がつかない展開になっているかもしれないわ。2017年に発見された謎の天体オウムアムアを知っているか？太陽系外から飛来した恒星間天体は、天体観測史上初めてだったため注目されたんだ。オウムアムアっていうネーミングがいいわよね。ロマンあふれる響きの名前だわ。これはハワイ語で遠方からの初めての使者という意味を持つぜ。ハワイの天体望遠鏡によって、この葉巻型の天体が発見されたからな。だけど、オウムアムアはどうしてそんなに謎とされているの？
オウムアムアは回転しながら飛んでいくが、重力では説明できない力で加速していたんだ。そのため他の惑星から飛来した宇宙船ではないかとも考えられたぜ。確かに葉巻型ってところがなんだかかっこいいしね。長さは400メートルに及び、その正体については多くの議論が巻き起こることとなった。当初は彗星と思われたが、しかし彗星と言える特徴を持っていなかったな。彗星の特徴ってどんなものなの？もし彗星だったとしたら、太陽に接近する塔が伸びたりチリやガスの雲が見られる。しかし、そういった特徴がオウムアムアには見られなかったんだ。オウムアムアが宇宙船かどうかは別としてただものでないことは間違いなさそうね。オウムアムアの動きは人工的に見えたため彗星のようなものでは片付けられないとされた。そこである研究によって、その人工的な動きは水素に関わるのではないかという仮説が出されたぜ。宇宙人の宇宙船ではなくて原因は水素なの？オウムアムアはごく普通の彗星のような天体として生まれたが、宇宙を旅するうちに宇宙船を浴びたんだ。それも大量にということになるな。彗星のような天体が大量に宇宙船を浴びたらどうなるの？オウムアムアの内部の水からは水素原子が飛び出した。そしてそれは再結合して水素分子となり、オウムアムア内の氷に閉じ込められたと考える。あの葉巻の中では色々なことが起こっていたのね。そしてついにオウムアムアは暖かな太陽系にたどり着いたんだ。するとオウムアムアから、水素が大量放出されて太陽の重力に逆らい加速する動きを作り出したとされるぜ。不思議な動きが宇宙人の働きでなくて自然の水素ジェットだったのがちょっと残念でもあるわよね。オウムアムアは太陽に対して秒速約 38km という速さで飛んでいるんだ。だから、2030年には太陽系を抜けると予想されるな。オウムアムアは太陽系から去ろうとしているのね。そうだぜ。去ってしまったオウムアムアをその後再び見られることはないだろうな。なんだか寂しい感じもするけど仕方ないわよね。もう今後は太陽系外の天体は飛来してこないのかしら。オウムアムアから2例目となる太陽系外からの天体はすでに確認されているようだ。ボリソフ彗星と名付けられたが、現状その起源などは分かっていないとされる。どんな天体なのか気になるわよね。オウムアムアは発見時には太陽系を離れていくところだったが、ボリソフ彗星は地球に接近する最中だぜ。だから、観測できる期間が長く太陽系外の天体をよく知るチャンスになりそうだな。オウムアムアは去ってしまうから、ボリソフ彗星に注目していかないとね。ボリソフ彗星は大きくて明るく、その光を調べて様々な手がかりを発見できるとも期待されている。そして、去っていくオウムアムアを追いかけて探査する計画も提案されているんだ。でも、オウムアムアって高速で遠ざかっているでしょ？そんなこと可能なの？オウムアムアは高速で飛んでいるため、もちろん簡単にはいかないと考えられるな。そのため探査機を飛ばしやすい軌道の発見も視野に入れて研究が進められているぜ。現状検討の段階だが、人類の好奇心がある限りオウムアムアを全力で追いかけることを諦めないだろう。そうよね。実際オウムアムアに接触できたら、やはり謎の加速は水素ジェットではなく宇宙人がいるかもしれないわ。今回は、未だ解決されていない宇宙の謎を5つ紹介したぜ。未だ解決されていない謎が、少なくとも何がわからないのかまでは少しはわかったわ。日々研究は進められているが、人類が宇宙の全てを解き明かすのはまだ先になりそうだ。実験施設も進化しているみたいだし、今後の研究結果を楽しみにするしかないわね。人間の飽くなき好奇心を甘く見ちゃいけないぜ。宇宙というロマンがある限り、人が宇宙の探求を諦めることはないでしょうね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。